Hey everyone, welcome back to part 46 of Yakuza Like A Dragon. This should be the last part, if I'm not wrong. Oh. Recovery station. Let's go. Chase him. I guess not that way. It is this way. But he ran through a wall. How the hell am I supposed to know where he went? Oh, he's up here. Never mind.俺と差しなら丸腰でも勝てるってか。調子に乗るな。そうこなくちゃ。そのムカつくニヤケズラぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。 Tenacious. Oh, we don't have our bat. Let's try this one. German suplex. Okay, no. That doesn't work. What, you mad, bro? Essence of roadside weapon. What the hell is this? Oh, okay. I wonder how many animations it has. Maybe only two. Holy shit, this is brutal. What the hell is this? Missed the first prom. Ichiban! Mada mada. それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと。今のあんたどんな人間であろうと
ちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺した見てえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ホットギャ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。 使う側と使われる側、つまり替えの利かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。 だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。<笑>多少は分かってきたか。ふざけてねえ。てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みてえなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。 本当に始めから全部持ってたのに、なんであんた、そんな人間に。警察だ。全員そこを動くな。春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。 指示、ここで一体何が。あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨ててどん底からやり直しましょうよ。 どん底からまた這い上がれますって。そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。 俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が。それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。 開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。データ自体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。 全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますか。 あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。
おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの。俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。 銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、 俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走するのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください。 お願いですから。そっくりだな。つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。 でしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたら ここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。 そいつは俺に預けちゃくれませんか。
俺はここから始まったんだ。夢のって女覚えてるか？夢の？俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀の内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったかな。そんな俺にあの女なんて言ったと思う？あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ笑えるだろ裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよどうだ、傑作だろわかん。所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え、体を変え、人を殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身、弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ、若。おやっさん、荒川の親父とは沢城の頭だけや、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですからまたお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、お願いです、お願いですから、分かってください。お願いです。もしもし、知事、
今どちらですか？心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。So, just a heads up, this is recorded post in edit, and there's a surprise after minute 29. So, if you just want to see that, you can skip ahead. But for those who want to hear my rant, not much to say. Ichi as the new protagonist really surprised me. It was a really good surprise, honestly. But the new RPG turn-based combat system, which replaced the old brawler combat, on the other hand, was such a big disappointment, because it gets boring so quickly. And the new leveling mechanics, which are tedious and take time to grind experience and resources for upgrades, do not help it at all. Apart from the combat system, honestly, the game is really enjoyable. Yakuza Like A Dragon presented Ichi as a headstrong and honest protagonist who is also sometimes overly optimistic. The story presents Ichi's personality and motivation to players through his interactions with friends, new acquaintances, and enemies in a remarkably successful way, which makes you feel ever so closer to the characters you play with. Although these kinds of emotional stories with great leads aren't a new thing in the Yakuza universe, Like A Dragon implemented this in a very different way. Since this is the first game that uses a party system in the Yakuza universe. While progressing through the story, Ichi makes new friends and allies to fight alongside him, and the interactions with his friends are not limited to just combat or the story, since there are plenty of opportunities where they will chat with each other and reveal interesting facts about themselves. And even though there's some kind of a bonding mechanic where you interact with each one of them, it is limited to you giving one-line advice or helping them with a single task, at the end of which your bond level will be maxed, and the party members receive no experience penalty for not being in the party during combat.
Since this is the first game in the series that truly has you playing as a group, it gives you the feeling that it is an adventure that is enjoyed with friends. From my previous experience with Yakuza 0, this series tends to bombard you with side activities and stories that will take so much of your time, and considering that I have spent over 30 hours on them, it just goes to show you how addicted I became and how enjoyable and fleshed out they were. During all of that, a lot of time was spent in turn-based combat, which is... I don't know how much I like it, since it tends to waste a lot of time just switching characters and waiting for messages to finish displaying. And after that, the combat is pretty much just a choice of skills and targets, where if you choose the wrong target, you might get blocked or your attack will fail. Or after using a skill, you will get a prompt to mash a button or correctly time pressing a button to boost the damage by an insignificant amount. After a while, the flashy combat gets pretty stale and the enemies become pretty much the same throughout the whole game. And later, the leveling system shows its ugly face, and towards the end of the game, it forces you to either grind experience or engage in lengthy combat while being forced to use your utility items to replenish HP or MP, which is just a waste. Since you can just go grind your levels, and basically not have a care in the world if you have healing items or MP items. But to grind levels, you need to go to the dungeons, which are just pale-looking, narrow, winding corridors filled with enemies that give you almost no experience points and don't help you with the leveling whatsoever. So, that's a minus. It's boring. The characters were voiced by a cast that just complements it all, and it brought the whole experience to another level. Honestly, I would have loved to see the whole main story voiced, because it just puts me off with the text bubbles where I have to just sit in silence and read what they're saying instead of, I don't know, listening to their funny voices and interactions. That would have been so much fun. There's so much to experience in this game, if you're willing to dive into it. So with that said, I'm done. I'll see you later. よく来てくれましたね、堀之内さん。なるほど。君だったか。匿名の呼び出し人は。確か神奈川県警の。足立ですよ。免許センターにいましたが、定年間際に懲戒免職を食らいましてね。ふん。あれ?ついこの間の話ですよ。 俺のことは覚えてるでしょ?立場上、自由な時間が短いんでね。本題に入ってもらえないかな。で、東京の近江連合にはまだ逃れている罪があると、そういうことだったか?ええ。俺はその証拠を
ミレニアムタワーにある荒川組の事務所で見つけました。あなたがご存知かどうか。もともとそこには青木知事が荒川真澄殺害を示唆する音声データがあるとされていたんです。だがそれは春日一番とその一味のブラフだった。近江連合の天道や知事をおびき出し自白する動画を撮影するためのな。さすが、よく把握されてますね。おや、こちらの若い衆は堀之内さんの部下で。警視総監にとって都内の警官は皆部下だよ。ごもっともで。それは音声データはブラフでしたが、荒川組を矢探ししていた天道たちは実は別の面白いものを見つけてしまったんですよ。平たく言や荒川組に買収された者たちのリストです。何？先日横浜で殺された荒川真澄は2年前の産経作戦から間もなく3億円という大金を方々へ送金していたようです。表には出せない賄賂ですよ。その金の流れを逐一記録していたリストが組の若頭である沢城のパソコンにデータとして残っていた。それがこの中に入っています。まあこんなもんが急に出てくるとは。ひょうたんからコマと言うんですかな。おや、少し顔色が悪くなってきましたか、警視総監。荒川真澄の3億は海外の口座などへ複雑回帰に散らばった後、あんたや他の警視庁幹部たちの口座に収まっていた。近江連合がカムロ町で活動するのを目こぼしする見返りとしてね。だが巧妙に隠されたその金の流れもこのリストを読みながらであればはっきり追うことができる。でその裏取りさえできたら現役の警視総監はじめ幹部たちが収賄で逮捕って流れになる寸法です。この男を捕らえて持っているものを全て確かめろ。どうした、さっさとしろ。今さらジタバタしても遅えって。バカだね。もうとっくに警視庁の監察に送っといたよ。その腰が重くならねえようにマスコミ各社にも同じものをちょちょいのちょいとね。はったりだ。それでは君に何のメリットもない。懲戒免職にされて金もないだろうに。いや残念ながらこれははったりなんかじゃねえよ。勝利宣言だ。総監、警務部監察官よりお話があるとのことです。お前ら、あんたたちが荒川からの金を受け取ったのは全部が全部私利欲のためじゃない。急に途上会が消えちまったカムロ町の治安を守る必要にも迫られてたはずだ。荒川が近江を引き入れるのを黙認せざるを得ない状況もあったんだろう。そういう意味では立場的な大義名分もあったんかもな。でも総監、なんだ。ただその大義名分のついでにあんた自身も自由に使える金を手に入れてたんだろ。数百万、数千万、いやもっとか。まあデータを細かく見りゃわかる。賄賂を配って治安悪化の責任からも逃れつつそこから抜いて小遣いまで手に入れる。やっぱり出世する人は違うね。結局自分の保身のためだったんじゃねえか。昔から変わらねえな、堀之内。貴様、俺はなずっとあんたのその顔が見たかったんだ。これは罠だ、策略だ。
誰かの仕業だ。ああ、話せ。お前ら何をやっている。長官、最後に一つ聞いていいですか。18年前の大晦日の晩、無礼なヤクザがカムロ町のクラブで絡んできたのを覚えていますか。何の話だ。いや、結構です。一番、沢城城の刑期が決まったな。終身刑だってなあ。今おやっさんたちにもその報告してたとこで。荒川雅人は、まあ、結局親父が沢城と知らされねえまま行っちまったな。荒川真澄も雅人が息子だと思ったままか。DNA 鑑定？うん、そうよ。荒川との親子関係、きっちり DNA で鑑定してもらえよ。十中八九間違いねえんだろ。尊敬するおやっさんこそ俺の唯一の父親。そう言えんのは嬉しいだろうし、安心できんだろ。やだね、俺の親父は二人いんだ。桃源郷の店長春日次郎と荒川真澄。血のつながりがどうのと確かめたとこで、その二人が親だってことは何も変わりやしに。変えたくもねえ。そっか。お前らしいな。あ、いたいた。ちょっと何やってんの二人とも。もう始まるよ、荒川親子のお別れ会。よし、行くぞ。久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。
お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらええ。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな、その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっち神室町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは、偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやっさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうかなるほどな。それで、いや、難波が心配してたからさ、春日君が元登場会にスカウトされちゃうかもって。だがそれは言うなって言ったよな。でどうなったんだいその話は。あんたこの町を出てくのかい。さっちゃん代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね、ほう、そんなこっぱずかしいこと。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よ、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか。もちろん私も入ってんだろうね。そこまで行きゃあとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。地に足つけて上を見上げりゃ希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。